伊豆市の日本競輪選手養成所は全国唯一の競輪選手の養成所で、県内出身の6人を含む男子72人、女子21人が入所しました。候補生は18歳から31歳と年齢も経歴も様々で、式では代表が立派な競輪選手になれるよう努力精進しますと誓いの言葉を述べました。もともとママチャリに乗るのが好きで、それから体力に自信があったので競輪選手を目指そうと思いました。父に G1 レースに出たら認めてやるよって言われたので、 G1 レースに出て活躍できるような選手になりたいと思います。候補生たちは今日から来年3月まで寮生活を送りながら競輪選手を目指します。